レットシングスの140秒ラジオ。久しく花火見てないな。そしてしてないですね。ああそうね。公園行ったら親子とか家族とかで花火してはって、それはちょっと横目で見ながら通ったりすんねんけど、やっぱ私ね、匂いがいいなと思って。火薬の火薬って言ったら怖いけど花火の匂いってやっぱ夜思い出すやん。でもね、花火って言ったら俺お祭りなんよ。やっぱりこう浴衣着た女性がたくさん歩いてたりとか、あとデートにね、初々しい2人がこう歩いてたりとかするとね、そっちも花火かいって俺は思っちゃうんやけどね。いや、そうよそうよ。だってほら花火が上がってたら別にさ喋らんでもいいやん。あーそうね。そう、でもこの時にやっぱ玉やって言うんだよね。2009年8月1日、森本千鶴、1日というブログを書いてました。このブログにね、写真が載っけてあって、和菓子屋さんで、くずまんじゅう、きなこおはぎ、ごまおはぎ、なんせ、おまんじゅういっぱい買ってたの。はいはいはい。ほんで、和菓子なんかすぐ食べなあかんのに、なんでこんないっぱい買ってんのかなと思ったら、父親が東京に来てたみたいで。うん。で2人やったら食べれるやと思ってたくさん買って、で私のライブ見に来てくれててね、うん、前の日がライブやったみたいで、お父さん昨日のライブどうやったとか言って和菓子食べながら聞いたんやけど、普通って言われた、うん、いやでもね、わかるよ、お父さんがなぜ普通と言ったか。あのね、本音を言いたいんやけど、本音言われたら論破されるからやん、絶対。え、いやじゃああなた口強いやだってな、でもな、でもなって言い出して、でまたややこしくなるんで、そこでまた喧嘩しちゃうんやろな多分。これお父さんはそれを見越して一番いい言葉として普通っていう言葉を言い出したと思うんですよ。私この後10回ぐらいなんでなんでなんでって聞いたと思う。でもそれ言われるともうまんじゅうも食べられませんよ。新しいパンツとかお気に入りのパンツとか履くときってやっぱり気分上がらへん？いやあんまそんなないんですけど、うん、女性ってパンティーって言わないんやな。あ、うん、男の人だけかパンティーっていうのは。だからドラゴンボールで言うとウーロンっていう豚がね、あのシェンロンにお願いするギャルのパンティーをくれって言うんですよ。確かにそうやね。なんか今考えてみてもシティーハンターのサイバーリョウとか、うん、なんかみんな男の子がパンティーって言ってるよね。2008年8月2日、森本千鶴、地元のお祭りで歌っていました。8月の第1土曜日は加古川市はね、みんなほらそれぞれ地区でお祭りがあって、で次の日曜日に大きな花火大会があるっていうのが毎年のね恒例行事で、で自分の小学校区、中学校区か、うん、で祭りがあって、ほんで歌いに行かせてもらってたんやけど、リハーサル終わって友達のおばちゃんが美容師さんやから、そこで髪の毛セットしてもらって浴衣着せてもらって、ほんでまた本番行くみたいな。めっちゃ近いからね。うーん、だから楽屋とか全然いらんくて、うん、そうそうそう、ほんでもう楽しくてお祭りのライブが、うん、知ってるおばちゃんたちもいっぱいおるしね、もう盛り上がりやって、ほんなら当時スタッフのちさちゃんがなんか紙持ってな走り回ってんねん、うん、で私歌いながら何やろうと思ってちさちゃんの方見たら、その紙に、ね、足って書いてあったの。そう、ほんで私浴衣なん忘れて足開いてペダル踏んで歌ってたの。ああなるほどね。そう、ほんでおばちゃんたちがそれを見かねてスタッフのちさちゃん捕まえて、ちさちゃんに言ってあげてみたいな。なるほど、だから今日はパンツの日なんだね。見えてへんけどな。いやでもね、俺ハサミを見てちょっと思ったんですけど、うん、昼前ってハサミって離れてるわけやんか、うん、で近づいて歯と歯が重なってから切るわけやんか、うん、これ俺人間関係もちょっと似た部分ないかい？なになに、どういうことどういうこと？いわゆるいい距離感ってよく言うやん、人間関係。はいはい、はいはいはい、あまりにも近づきすぎてしまうと、こう、もしかしたら切れちゃう。で
もやいつその論理でいくと切れた後は一緒にくっつくで。そうやね。だからこれがいわゆるね喧嘩して仲直りというハサミから教えられる気がするね。2018年8月3日、八重尾優太、グルメレポート最終2分の1というブログを書いてました。この時、長井健二さんの九州ツアーに連れて行ってもらっててね。で、いろんな珍しいものを食べさせてもらったから、八重がグルメレポートって言ってブログに書いてたんやけど、この時の独り言メモが、この空気感他ではできないって書いてあって。はい。やっぱツアーとか遠征って、同じホテルでみんな泊まって同じとこから出発して同じものを食べてでステージしてでまた同じものを食べて同じホテルに帰るっていうさことを何時間か一緒にするわけやん。そうなると絆が深まったりとか結束力がものすごい強くなったりとか。ああ、なるほどね。うん、要はその同じ場所で同じものを食べるという部分で結束力が強くなったりするって言うけど、これ、じゃあ、例えば、パイロットの人たちってどうなのかなと思ったのよ。パイロット乗る人たちって、絶対同じもの食べないのね。なんで？いや、一人お腹下したら、もう一人。ああ、そういうことか。うん。だから、全部が全部な、同じもの食べたからといって結束力が高まるかって、それはちょっとねっていう話を私は言いたいんですよ。同じもの食べることしか言うてないけど。吊り橋渡ったことあるかな？大きいのはないねんけど、小さめのやつやったらちょっとゆらゆらして怖かったような記憶はあんねんけどな。あなたは高いところが苦手。苦手。ジェットコースターみたいに早く通り過ぎてくれたら大好きやねんけど、もうじーっと止まってる観覧車とか苦手。ちなみにじゃあコルトスイングス吊り橋渡りますわな。その時に私はもうそういうちょっとビビりながら歩いている森本千鶴を見ると揺らしたくなるという欲求に満たされるんですよ。そうやろ、私逆にもっと揺らすで。いや絶対あのいやいつが怖がると思って。2021年8月4日森本千鶴絵本カム忍者の歌&編曲をさせてもらいましたというブログを書いてました。ご飯をよく噛むことの大切さをカム忍者が楽しく教えてくれる食育をテーマにした絵本やねん。あ、はい、そうだからいろんな幼稚園とか小学校とかで読まれたりとか歌もね、うん、私歌わせてもらったんやけどそれを歌ってくれたりとかしてるみたいで、うん、でこの歌ね噛む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 よく噛んでって言うねんけど歌ってたらむちゃくちゃ噛むねん、ほんまに噛む噛む噛むってしながら歌わないと歌えない歌やねんな。で私もレコーディング中むちゃくちゃ汗かいて顎痛くなって子供たちに前ねライブで歌った時に言ってたら一生懸命やってた。みんななんかねご飯一回食べたら何回噛むって聞いたら50回とか言うねみんな。だから子供たちの方がちゃんと噛んでると思って。いやそんなガム噛んでたらいいんですよ。いやでね、噛むことによってやっぱね脳も鍛えられたりとかお肌も良くなったりとか、うん、やっぱねいいことが多いの。うん、そうだから大人ほどねしっかり噛んで食べるって大事なんやなと思って。じゃあガムも大事だね。最近ね宅急便来てくれてハンコ持って私いつも待ってんねんけど、あのハンコいらないですって言ってパーって帰っていかはる人がおってね。アマゾンかな、やっぱメールでやり取りしてるからもういいってことなんかね。そうかもしれない。結構電子系でもやり取りしてたらハンコいらないよな。ね、で受け取ったら配送完了しましたよってお知らせ来るしね。ハンコもだんだんデジタル化されるとか言ってよく宣伝でもしてるやん。もうだって携帯ショップ行ってもさ、もうサインとかをさ、もう iPad みたいなやつで書くからさ。書くよね。うん。いや、ほんと、だから、一応、ハンコとかって大事なもので、カバンにはこう入れてたりすんねんけど、うんうんうん。なかなかほんま使わへんなと思って。2018年8月5日、八重尾優太、畳と扇風機と麦茶というブログを書いてました。この3つが並ぶだけで皆さんは何を描きますか
僕は実家に帰ってきたなとなります。やって、ああ、これをいわゆるその言葉のマジックみたいなもんで、別にわざわざ説明なくても単語を並べただけでももう説明ができてるっていう部分で僕は大好きなんですよ。これっていわゆる歌詞作りの中でも使われてる部分かなと思ったりするんですけど、うんうんうん、だからこの扇風機がさ暖房とかになったらさ、うん、なんかお茶もあったかそうやし、畳の和室の感じもちょっと夏とは違うような感じに聞こえたりとかね。ああ、なるほどね。音楽で言うと例えば悲しい音楽なんだけど映像がすごくファニーな映像だとまた全然違った受け取り方になるわけやんか。映像は楽しそうにしてるけど音楽悲しいってなるとなんかより深みが出るんだろうなと思うのよね。インスト、うん、いやちょほら言葉がない音楽を作ってきたやん、うん、だからインストのタイトル作りの楽しいとこでもあるんだって。また難しいとこでもあるっては書いてるけど、この間ね皮膚科の先生とあそこのたこ焼き美味しいよねとかいう話で盛り上がったの。ああ、なんだ皮膚が急がんになってますよって話じゃないよねなんでやねほんならやっぱり関西の子はあそこのたこ焼き好きやねって言われて、え、なんでですかって言ったら、関西風のたこ焼きやんって言われて、あ、そうなんやと思った。全然そんな風な感じで食べてなかったんやけど、8月8日、まあ8ということで、要はタコの足が8ってことでしょ。で、俺ちょっとふと思い出したんですよ。親父にですね、この八重をもう8使われてるわけじゃないですか。うんうん。で、8本の尻尾持ってる生き物って何やって言われて、ヤマトのオロチが祖先やって言われてたけど、でも、もしかしたらタコかもしれないって最近思い出したんですよ。2018年8月8日、八重尾優太、ヒーローというブログを書いていたそうです。僕がよく見ていたヒーローやヒロインは、絶対正体をばらさなかった。あれはいつも不思議ではあったが、むしろそれがかっこいいなと思ってたって書いてたよ。いや、思いませんでした。世のため、人のため戦ってるわけですよ。それを、なぜに正体をばらしたらあかんのかっていうことをね、子供ながらにして思ってたわけですよ。バレたら何かあかんっていう設定もあったような気もするんだよな。なんか魔法が使えなくなるとかさ。でもこうやって子供の頃疑問に思ってたことがやっぱり大人になって分かってくることはたくさんあるわけじゃないですか。お、それもこの一つだと思うんですよ。なぜに正体を隠してまで活動をしなきゃいけないのかっていうことでね。なんか正体ばらして人のためやってしまうと、こっちも助けてくれ、私の方も助けて、俺の方も助けてっていう人間の欲に埋もれてしまいそうで、だから分かってるからヒーローって正体を隠して活動してたんだなと思って。あ、なるほどね。家まで来てまうな。そうよ、住所なんか入ってたでしょ。もうピンポンピン僕がハグがいいなって思ったのは、うん、昔クラシックの女性の人たちと結構活動してて、うん、でこのクラシックの女性の人たちウィーンの学校行ってる子たちが多かったのよ。でやっぱりヨーロッパだからさ、挨拶ってハグなのね、うんうんうん、だからそのまま日本に帰ってきて久々に俺と会う時もあーやえちーって感じでハグするわけで、でもそれがだんだん慣れてきていいもんだなと思ったわけ。うんうんうん、こっちもね、うん、へえ。でも最近ハグもできないからさ、なんかこう人肌に触れることないよねやっぱりだからそう考えたら、あの満員電車しかないなって。いやもうちょっとやめてやめて、そんな風に乗らんとって。2021年8月9日、森本千鶴、スイカの夢、今週の一言レビューですというブログを書いてました。スイカ食べるって誰かにねふって言われたような夢を見て、おう、でそれが感覚的になんか匂い的におばあちゃんのような、うちのお母さんのような、で夏休みのようなっていう感じでね、すごいなんか目覚めたら、うん、胸がじわーってして嬉しい気持ちになったの。いやだから俺これ聞き間違いだったんじゃないかなと思ってね。はい。あのスイカじゃなくて、あなたのお父さんがスルメイカ食べるっていう風に言ったんじゃないの。まあ要はイカ焼いてなくれるけど。
だって大好きやろそういうの。大好きやで。いやでもね、おばあちゃんもお母さんももうね、亡くなっていないのよ。うん。なんか夢って不思議よね。亡くなってる体じゃないの。うんうんうん。ふーってそこにおるような感じがして、あ、うん、食べる食べるって言おうとしたら目が覚めたみたいな。あ、だから目の前にスルメイカがあったんやけど。ちゃうってだから。この道ずーっと走ったら、あ、実家の方に帰れるなとかね。歌詞の世界でも道っていう言葉はいわゆる人生というね、もう例えとして使われてるけど、俺ね思うんですよ、君の道を行きなさいっていう、これも道じゃない、漢字もしかしたらこっちなんちゃうかなって僕最近思うことがあって、うん、未知数の道、はあ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 、だから君の道を行きなさいっていうのは、うん、この未だ知らないうん、ところに自ら行けっていうことを言ってるんちゃうかなって俺思うんやけど、うんうん、いいやん、それもいいやん。八重が言ってるその未知の世界の道でも道路の道でも、うん、やっぱほら道路やったら足をちゃんと地につけて歩いて行きなさいっていう意味でも行けそうやし、うん、知らない世界に飛び込めっていうね、うん、行け行けっていうのもいいね。2021年8月10日森本千鶴、金魚すくいというブログを書いてました。かわいいね、金魚のゼリーをいただいたの。はい。で、ゼリーの中に金魚がこう泳いでて、ですごい美味しかってんけど、ふとね、私ね、金魚すくいが昔すっごい苦手やってん。あ、だってあなたパワーが強いからね。あれは本当にパワーの加減で勝負するから。やっぱそうなん、いやみんなどうやってか水面にうまいことこう平行にさして、で縁と紙のちょうどその境目にうまいことみんなキュッて乗せたりとか、うん、だからあなたみたいにね、まっすぐ行こう精神でね、何でもかんでもね、スコーとしてたらダメなんですよ。あかんねんな、そう破れてもスコーとしてたもん。結局一回も釣ったことがないんや、だから多分ね、私の記憶ではなくて、で一回も金魚すくえへんかった子におっちゃんがくれるやろ金魚。ああなるほど。惜しかったなって言ってくれて、でそれを持って帰ってまた水槽の中で育てるみたいなね。ヌートリアっていうビーバーみたいなやつ、うんうん、まあ、池と山の間に巣作っとって、うん、でそこ穴があるのずっと。でお邪魔しますって言ったら入ったの。あ、それな、子供はちょっと入られへんねんけど、うちの犬がね入っていってん、うん、そこにいやーと思って、ほんならむっちゃ遠くの穴からボーンって出てきて、うわー、うん、繋がってるみたいな。うちの昔飼ってた犬ゴンタがいるんですけど、散歩のコースに山に行くっていうのもあったんですよ、うんうんうん、ほんならゴンタね卑怯なんですよ。え向こうの方から野良犬来たんですよ。ほんなら俺らの後ろに隠れて吠えやがってね。ほんで野良犬があっち行ったらゴンタ前にいてワンワンワンって吠えて、いや飼い主にいるって言うやん、私の後ろでいつもは。2018年8月11日八重尾優太、勘違いというブログを書いてました、うん、勘違いっていろんな場面であるやん。もちろんこっちが謝らなあかん勘違いもあるし、あ、それを言ってるんじゃないんやけど、相手の人からありがとうって言われて、あ、はい、みたいな。勘違いしてなんか褒めてるように聞こえちゃったんかなとか、で、ありがとうって言われて、あ、はい、うん、全然、みたいな。いいえ、みたいなんで、ありがとうになったらまあいっか、みたいな。でも、俺思ったんやけど、森本って人と喋ってる時って、あんまりトーン変わらないのよ。うん。褒めてるけど、ちゃんと意味、汲み取ってよっていうつもりで言ってるんだけど、そういうトーンじゃないのよ。あ、全部一緒なの、トーンが。でも確かに、もう人と喋るときは、なんかトーンはもっちゃ明るいから、なんか注意したいなということがあっても、うん、弟に言うときはな。そりゃそうよ。あんた分かってんやろうなっていう感じで行くから、分かるねん。それは、森本千鶴被害者の会としてはね、その辺研究としてはもうしっかりさせてもらってますんで。ライブ前とか、この日にライブがありますとか言って、私たちはチラシとかフライヤーを配るっていうのを、うん、やつはやったことある？あるある。ある、ね、私もあるんやけどな。やっぱり
普段普通に歩いててチラシ渡されてます、すいませんって会釈して取らへん時とか多いねんけど、自分が配ってるとやっぱな、この後ここで何時から歌うんですとか、なんだろうな、もう一生懸命やったけどなかなか難しいなと思った。俺今ふとあるあるって言ったけど、ほぼないと思うやろうな、なんかやえんち配ってそうなイメージないもん。またね、うん、男の子が行くよりやっぱ女の子が行った方がいいとも言われた。だからそうでしょ、ね、バンドとかコンビやったらやっぱ女子が配る係やったりとかしたな、うん、だから俺は多分配らなかったやと思う。なぜ2018年8月12日、八重尾優太、日替わりというブログを書いてたそうです。お店に行ったらさ、美味しいもの見つけたらずっとそれを毎日食べに行きたいっていう気持ちは、食べる人はそう思うわけやんか。でも作る人って、それをずっと作り続けなきゃいけない苦労な部分もあるわけよ。飽きちゃうっていうか。で、これって音楽でも言えるなと思って、僕らはライブをする側じゃない。いわゆる音楽を作る側、うんうん、でさっきのご飯を食べる側っていうのは聞く側のお客さんっていう関係になれちゃってるわけやんか、うんうん、でお客さんはいつもあの曲をライブで聞きたいって思うわけよ、まあ、好きな曲とか定番とかね、うん、あるよね。そうそうそう、うん、けどそれをずっと歌い続けてる、またずっと弾き続けてるミュージシャンにとってはもうそろそろええんちゃうかっていうズレがあるのやっぱり。なんか新しいこんなんもあるよってちゃう曲やりたかったりもするもんな。だからそれぞれ俺らにもソロの時から代表曲ってのあるわけやんか、うんうんうん、だから森本千鶴ソロライブするときは必ずまっすぐ行こうはやらなきゃいけないの、うんうんうん、居酒屋行ったら絶対頼むね刺身は。確かにそうね、なんか、うん、たまにあるけど、あんまりそのお刺身食べられへんっていう人が少ないよね。いっぱい食べたいんだけど、あんまり皿の上にいっぱいな感じじゃないやん。まあみんなでちょっとずつ、なんか刺身ほどみんな遠慮しながら食べてしまうメニューやと思うね。でも一番うまい刺身って俺は船の上やと思ってんのよそりゃそうやろうな。2018年8月15日、八重尾優太、奇跡というブログを書いていました。奇跡ってマジで起こるんですよ。うん、世界って本当に人とつながってるんだなと思ったの。俺ニューヨークに行ったことがあって、原爆の被害に遭ったピアノを持ってツアーをするっていうメンバーの一人として参加したのよね。はいはい、なんかやつから被爆ピアノで演奏したって聞いたね、うん、でその時に昼間はツアーとかで演奏して夜はみんなセッションするバーにずっと行きたい毎日。おーすごい。でそこで出会った日本人がいて、まあメンバーと一緒だったんやけど、みんなと一緒に仲良くなって、で、もう日本に帰らなきゃいけないけど、ニューヨークでバイバイするわけよ。で、8年ぐらい経ったんかな。バンドのサポートでちょっと鍵盤弾いてほしいって言われて、で、初めてリハーサル行って、で、もう一人の鍵盤の人とちょっと話してみたら、あの、やよさんって言って、かなさんって知ってますかって言われて、え、知ってますよ。え、どうしてって言ったら、実は私の嫁なんですって言って、ってなって、実は去年結婚したんですって言って、それで今回一緒にやるってこと知って、私この人知ってるよって話で、ニューヨークですごくお世話になったって言って、で、ライブの当日に久々に会うわけよ。いやー、だからどんだけ離れてても再会するんやなって改めて奇跡を感じた出来事でした。私ね、電車乗った時に大体動画を見るんですよ。はいはい。で、その動画をずーっと見てたらですね、パケットの制限がすぐかかっちゃうのよ、俺。で、これどうしようかなと思ってたんやけど、周り見たら、結構動画見てる人あんまり少なくって、うん、電子コミックを見て時間を潰してる人が多くって、これもある種パケット制限をこう逃れるために電子コミックにみんな行ったんかなと思って。そっか、そんなにじゃ動画ほど重たくないのか。動画重たいからね、やっぱり。そっか。なんか私広告出てきて、たまたま手当たってしまって見始めたりとかした漫画があって、無料で見れるとこがめっちゃいいとこでやっぱ終わるね。ね、あとだから有名どころのコミックだけじゃなくって、電子コミックで投稿した漫画家さんの作品も読めたりするから、
わかる。なんかすごい面白いのとかあったりするよね。2018年8月16日、八重尾裕太、渡れるというブログを書いていました。川があって向こうに渡れない。川の中に入って歩いても、川に船浮かべても渡れない。で、橋ができたのである。川の上を渡る発想。みたいなことが書いてあったのね。だから、八重ちは新しい基本を作るって、やっぱ難しいなっていうことを言ってたの、ブログで。難しいっていうのもあるし、うん、なかなか思いつかないなっていう。想像して、自分が川を渡りたいって時に、橋を作ろうっていう発想にならないでしょ？そうやね。どうしようかな、川渡ろうと思ったら。だからもう泳ぐか。の、長い棒持ってきて、バシーンって倒して、ね、で、なんか、登り棒の反対みたいな感じで、と立っていくみたいな。もう必ず体力がいる渡り方をするわけやんか。なんかそういう感じやな。うん、じゃなくて、橋を作るっていう発想は、なかなか思いつかないなと思うと、やっぱすごいなって思う。今普通にさ、プロ野球って言ったら、どっちかとはもう夜やってるイメージやけど、昔はやっぱ電気がいるから、ナイターってない時代もあったんやなと思って。いや、だからさ、電気が使えるようになってさ、いろんな、できなかったことができるようになったことの一つとして、うん、このプロ野球ナイターも生まれたわけやろ？そうやんな。私もそれしみじみと考えてたらな、甲子園で、まあ6時ぐらいから夏な、阪神の試合始まって、だんだん夕焼けになっていって、で、ナイターの照明ついて、っていう瞬間がすごい好きやねん。でも、なんかよくさ、試合をハイライトみたいなやるニュースあるじゃない？うんうん。あの時にホームランを打った時にさ、だいたいそういうライトのとこ行って、結局ボールどこ行ったんかは分からんような映り方しなかった。ああ、だってあのライトがフィア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 ってこのね、なんか幻覚みたいに見えたりとか。そう。あの辺は今ちゃんと映るようになってるんかね。やっぱカメラの性能も良くなってんのかね。いや、そう思うよ。あんまり最近そういうの見えへんからな。2021年8月17日、森本千鶴、そろそろというブログを書いてました。カルビー札幌ポテトバーベキュー味の兵庫の味、加古川かつめし味っていうのがスーパーに並んでて、すごくない？ピンポイントで、加古川と思って私スーパーで、いや、加古川やって言ってもだもん。カルビーさんもね、ガリガリ君と同じようなパフォーマンスをしてきょんのかなと思ったりするんだよ。ああ、確かにガリガリ君もね、今年のなんかちょっと変わった味とかあるもんね。そう。だから、その辺ちょっと、カルビーさんもね、とうとう加古川に手を出してきたかと思うとね。いやーでもね、まだなかなかコロナ禍で地元に帰れてなかったから、もう一気に、うん、あーってこう胸がキュンってなってさ、加古川帰りたーいと思って、この札幌ポテト食べて我慢したってこと。まあ手軽やからね。こういう味だけにしてくれるだけでも。何それ。お米は毎日食べるんやけど、ちょっとね、コロナ禍お米私食べすぎてたの。ほう。ほんで、朝に一回ね、おじや作ったらすごい美味しかって、そしたら普通の白米をお茶碗一杯の半分で済むねん、おじやにしたら。うん。量が。だから、朝は、おかゆとか、おじやにするようにしてね、今。なんかさ、日本人って米がメインなわけやんか。うん。まあ、いろんな米に合うメニューはたくさんあると思うんやけど、その中の一つとして、俺、焼肉やと思うね。で、俺思ったよ。肉をメインに食べてるのって、なんか、僕はアメリカ人がよく食べてるイメージなの。ステーキみたいな感じ？そう、それ。日本人はやっぱ肉食べるとご飯を食べたくなるっていうけど、アメリカ人は肉を食べたら何を食べたくなるんだろうなって思ってね。ああ、確かにね。なんかやっぱり一緒についてんのって、ご飯っていうよりはパンやったりとかするのかな？いや、でもパンよりやっぱご飯やね、うん、やっぱり。2018年8月18日。森本千鶴、川崎クラブチッタアティックありがとうございましたというブログを書いてました。ここで歌ったのがこの日初めてで、なんせ天井が高い、うん、天井が高い空間で歌うとこんな感じの響きっていうのと、なんかね、声もそうやねんけど音に包まれてるような感じで終始ライブをした感じやってね。教会で歌ってるようなイメージだったんじゃない？
まあそうかもしれない。だから私教会で歌ったことがないから、うん、ちょっとこうねあれやけど、でもそういう感じだと思う。歌うだけじゃなくピアノも俺はやっぱり嬉しいよ。うん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 。やっぱさ同じ曲でもさ会場会場によってさ聞こえ方鳴り方が全然違うからさ、まあ、飽きないよね。いや本当にだから桜らっていう曲ね私たちあるんやけど、あの曲テンポ感とか二人だけでやるから、うん、そこの場所そこの場所で違うね。未来予想図2を聞いた時にね、バイクのブレーキランプで愛してるのサイン5回点滅バイクいいなーっていや俺ね、でもね森本ってバイク乗ってるイメージよ。まあまあなんとなくそれ言われるのわかるけど、車乗ってるよりバイク転がしてるイメージ。これバイク転がすって私ね、ほんと一回も乗ったことないの。でも一回乗ったらハマってそうなイメージも、そういう意味で未来予想図2がもう俺の中で描いてるんやけど。いいね、私やりたい。5回点滅やりたい方2017年8月19日、森本千鶴、二人の感情線ライブありがとうございましたというブログを書いてました。横浜オーサイト、今はもう横浜ミントホールってなってるところで、男女ユニット4組のライブやったの。はい。で、なかなかね、こういうのってありそうでこんな企画なかったなと思って、うん。私ね、ライブももちろん楽しかったんやけど、楽屋でのそれぞれの男女ユニットの感じが面白くて、おー、はいはい、うん、女の子と男の子どっちが窓口か、まずあえて初めましてって時にどっちが先に行くかとかで、それがね4組バラバラやってん。なるほどね、うん、そう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 、なんか男の子がバッて来るとこもあれば女の子がこんにちはっていうとこもあって、うん、そう、ですごくおとなしい男女ユニットがあったりとかいやでもさ、男女ユニットってさ、どういう形で一緒にやろうってなったのか気になるよね。そう、男同士とか女同士だったらイメージつきやすいんよ。うん。けど、コールドシングスもそうやけど、やっぱ一緒にやろうぜって言ってやったユニットってあるんやろね、やっぱり。いや、みんな結構ね、ドラマチックの始まり方やったりとか、逆に最悪やったりとか。ああ。うん。結構始まり方面白いグループが多かったよ。はい、チーズって結構好きやねんけどな。俺ね、この言葉ね、うん、カメラとの距離で発する言葉じゃないかなと思ってて、うん、例えば自撮りとか距離が近いほどはいチーズなんか言わないでしょ。確かにな。で、自撮りやともうセルフタイマーやから勝手に数字出るもんな。例えば集合写真とかさ、距離保たなきゃいけない時ってみんななんか言葉発してるわけやんか。うん。その時に絶対はいチーズって言うんやろなと思って。いやでもほんとスマートフォンの普及で、はいチーズがちょっとなくなってきてない？2010年8月22日、八重尾優太、シングル CD ピアノライフのレコーディングをしていたようです。えち、このレコーディング覚えてる？いやだって、初めて自分の曲をちゃんとしたレコーディングスタジオで、ちゃんとしたグランドピアノで撮ったのが、この2010年。え、もうだから12年前か。ねえ。グランドピアノってその場所でしか弾けないわけで、俺的にはそのグランドピアノちゃんとは初めてなわけやんか。そっか。やっぱエイチがね、よく大切にしてるこのピアノとの会話の時間。そうそう。うん、だからその時間にまずはちょっと苦労したの。地元の加古川でいつもお世話になってた増井さんって方がいらっしゃるんですけど、じゃあそろそろ八重地行こうかっつって、ちょっと緊張走りますよねこれも、うん、その一言ね、さあ始まるっていうね。そう、ほんなら増井さんもちょっと気合い入れてスタジオ各部屋にカメラを置き出したのよ。うん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 。何やろうと思って、でも気にせずこう弾いて、うん、でそのレコーディング風景をそのまま増井さんがムービーを作ってくれてさ。おー、いいよいいよ。で、この CD の発売とともに、このムービーが YouTube に上がって、時を経て森本が爆笑するっていうね。爆笑ちゃう。素敵やなってニコニコ笑ったの。エイチはお料理するときは何油使ってる？サラダ油？うん。
あ、うんうんうん。私ね、オリーブ油を使ってたりするんやけど、はい、サラダとかにかけるアマニ油とか。何？知らないそんなの。一日スプーンいっぱい取りましょうみたいな油が今売ってたりするね。で、中性脂肪に効くとかやったかな。なんかそういうのでね、体にいい油とか、ま、もちろん香り付けなんかでごま油なんかたまらんや。あ、ごま油はね、俺塩ラーメン作るときに使います。ああ、最後ちょっと入れる？そやね、出前一丁とかはな、油最後入れる。それやろ？出前一丁だわ。ね、うん、わかるわかる。2010年8月23日、八重尾優太。この日もいろんな現場に行って忙しかったようなんですが、その中で、朗読会の講演を聞いて、聞きに行った会場の喫茶店でタロット占いをしてもらっていたそうです。はい、しましたね。初めてのタロット占いでしたね。うん。この中から3枚引いてくださいって言われるね。うんうん。で、3枚引きましたよ。多分ね、3枚って過去と未来と今みたいのじゃなかったかな。あー、なんかそんな感じだったわ。なんかそんな感じやね。うんうんうん。で、俺が覚えているカードは今。うんうんうん、うん、で、そのカードの絵柄は、人が手を広げて光の線の上を歩いてるのよね。うんうん。でも、その人は目をつぶって上を見上げて歩いてるわけ。おー、なんかすごいね。うんうん。これって、やえっちって感覚人間ってことやでって言われて。へー、すごい当たってる。神様からの指示で、そのまま道を歩いていってるんやけど、だから自分の目で見て歩いてるわけじゃないと、もう、その感覚でもう行ってるってことを言われて、うん。そのカードはしっかり今でも覚えてる。へー。これは俺の勝手な想像ですよ。はいはい。フライドポテトってあるわけじゃない。うん。で、ポテトチップスがあるわけじゃない。うん。最初にどっちが先に出てきたのかなと思ってね。最初はフライドポテトじゃない？いや、俺もそう思うねやか。何やそれ。あのね、ポテトチップスを発明した人って、俺、包丁をちゃんと使える人やと思うよね。うん。けど、フライドポテトって、まず、ジャガイモを潰してから、なんか、穴みたいなやつから、ヒューって、棒状のやつを出すわけやんか。そういうポテトもあるね。一回マッシュして潰してから、四角にしてあげるやつもあるある。うん。うんうん、だから、包丁が使える人はポテトチップスに行って、で、包丁を使えない人は、フライドポテトに行ったっていう、ちょっと人生の岐路を感じますね。2016年8月24日。森本千鶴、リハリハデイというブログを書いてました。この日、池袋ライブインロサさんでリハーサルをさせてもらっててね、ピアノとピアノ、ピアノ2台のアレンジやね。これのほんとまだガンガン練習をしてた頃で、私がもうまた、もうできひーみたいになってたやと思うね。そうやね、ちょっとお怒りモードになってたもんね。それで、やいちがね、スーパーサイヤ人は怒りを爆発させて変身したけど、今度はスーパーサイヤ人の状態で感情を抑える練習をしようってな。急にマイクで言われたんよ。ほんで、歌には感情を乗せるやん。それと一緒にリズムとかにもこう乗せていって、うん、こう、うん、なんていうの、リズムキープをドラゴンボール Z のセル編に例えて、うん、私にアドバイスをしてくれたらしいの。なるほどね。だから森本はちょっとこう、お怒りモードになると早口になっちゃうのね。だからそれが指先にまで反映してしまうのかなっていうことで、僕はこういうふうに例え話したんですけど、森本はあんまりドラゴンボール分かってないってことが分かって、何一つ伝わらなかったっていうお話ですね。東京に来てから交番って、だいたいおまわりさんいてはったりとかするんやけど、私ね、実家におるときって、交番がもうお家になってて、ご家族で住まれてたの。へ、うん、なんか家族総出で町のために守ってたってこと？そうそう。だから何年かに一回こう新しいおまわりさんに変わるのね。なんかあれやね。で一緒に家族で来てて、うん、子供さんがいてはる時もあるし、奥さんだけの時もあるし、みたいな感じやって。なんかウルトラマン兄弟みたいな話やね、なんか。どういうこと？だってウルトラの父とかウルトラの母とかいるわけやから、みんな地球のために戦ってるわけよ。息子たちはやっぱりこうやって守るわけやんか。
2021年8月25日、森本千鶴、お赤飯の思い出というブログを書いてました。おめでたいことがあったりとかしたら、まあ誕生日とか、だいたい私お赤飯炊いてもらってて、昔から。大好きで、俺は常にコンビニでおにぎり買うときはお赤飯のおにぎり買うね。そう、やや強くね、お赤飯っていう、なんか女の子が好きなイメージあるけど、いつもね、意外やなと思って、だから、ややちに何でもいいでって言われたときはいつも私お赤飯をややちに買ってるよね。腹持ちいいし。しゃえな。なんでそこにたどり着いたのかって言ったら、スタートは力うどんやったんや。お力うどんって言ったら、なんやろうと思って頼んでみたら、餅が入ってたわけよ。うんうん。なるほど、餅を食べたら力がつくんだと思って、じゃあ餅は何でできてるのかで、餅米だと。で、餅米を使っているっていうのは何やったら、お赤飯やと。で、コンビニ行けば赤飯のおにぎりあると。よし、力つけよっていうところで、私は毎回ライブ前に買うということですね。力うどんが根底にあったよね。そうなんですよ。なんかね、もち米じゃないけど、普通のご飯でも、お赤飯の素入れたらすぐにお赤飯できるよってやつも売ってるよ、今。やっち一回作ってみたら？それはご飯やんか。やっぱもち米じゃないとあかんか。ミニクーパー、ほんまに可愛い。今、街中でもすっごい見るよね。ごめんなさい。それは何ですか？車の話ですか？車の話です。だから僕はこのワードだけ見たら、うん、なんだ、ちっちゃい誕生日会でもしてるのかなと思って、ね、確かにね。だからね、俺はね、うん、車のこと一切わからないんですよ。いや、エッチが選んでね、このテーマ。いや、でも、俺はちっちゃな誕生日会ってどんな誕生日かなって思って、どんな会話ができるんだろうと思いながら、めっちゃワクワクしながら、全然違う方向行ってるから、これはどうしようかなっていう、僕がどんどんちっちゃくなっていくわと思ってね。2017年8月26日、八重尾優太、78対22というブログを書いてました。これ、何？ユダヤの法則とも言われっていう風に書いてあったよ。あの、算数とかこういう数字の並び方見たことあるじゃない？何対何みたいな。まあ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 、うんうん。うん、要は一つの物事に対して、これぐらいの割合で世の中は全て成り立ってるって言われてて、うん。身近で言うと人間の体の水分は 78% とその他 22% で成り立ってるって言われてるんだよね。お他にもいろんなことに78対22が当てはまることがたくさんあるわけよ。で、この法則を使ってユダヤ人は商売を始めたわけ。だから値段の付け方だったりとか、これを用いてやることによって結構成功すると言われてて、もっと身近で言うと、森本ファミリーで言うとね、うん、多分これは権力の対比だと思うんですよ。ほう。多分森本千鶴は森本家で 78% の権力を握ってたんじゃないかなと。ほう。ほんで、弟たち、お父さん方は 22% しかこう。でも、そのユダヤの法則を伴って、いい家族だってこと言われてるんですよ。まあ、それがうまくいくっていうことですね。そうそうそう。私ね、ちょこちょこね、焼肉ランチ行っちゃうね。ああ、そういうことか。俺正直、うん、焼肉はできれば一人で行きたいの。なぜなら、みんなと行くと喋りに夢中になっちゃって、本来美味しいと思われるお肉の味が楽しめられなくなってしまうんじゃないかなっていう勝手に思ってるんですけど。そう、やいちね、聞いてないね、人の話。焼肉行くと。ね、ほんまにお肉焼いて食べて、一人でごちそうさんってして、みんなまた食べてないのみたいな感じで待ってるもんね。だから最後、まあ、冷麺ぐらい締めてね、もう早く帰りたいって感じなんですけど。いや、焼肉ランチでしょ？うん。だいたいなんかそういうのって、ご飯の上に焼肉が乗ってるような丼系じゃない？違うよ。自分で焼くのよ。あ、そうなの？そうそう。めっちゃいいで。やっぱりね、リーズナブルやし、もうめちゃくちゃ美味しいし。うん、2010年8月29日、八重尾優太、8月28日、茶漬け専門店というブログを書いていたようです。仕事が終わって前から気になっていたお店にやっと入りましたって。いや、僕ね、うん、こういう専門店っていう言葉に弱いんですよ。いや、わかる。で、逆にな、それだけで勝負するってすごいよね。いや、だからそういう意味で、よし、
勝負受けようじゃないかって、俺はそういう気持ちでお店に入るんですよ。そうやな。で、またこの茶漬けってなると、普段食べている、うん、家でもね、食べてる機会はたくさんあると思うけど、うん、それを持って商売をする。しかも、専門店ですよ。うん、どんなもんじゃいと。そうですよね。そう思いますよね。だから、茶漬けだけじゃなくて、卵かけご飯とか、おにぎり専門店とかね。そうね。わかるわかる。うんうん。一度やっぱりみんな誰しもがどんなもんかなって思って入る、この専門店っていうマジックな言葉だと思うんです。うんうん、太陽のように明るい笑顔の人のための日やって。なんか、笑顔素敵な人とか、思い浮かべたらいつもあの人笑ってる顔しか出てけえへんとか、え、よし、おるもんね。僕はね、学生の時ですね。まあ、中学校か高校ぐらいですかね。好きなタイプの人が、やっぱりね、普段、笑顔も見せないぐらいのおとなしい子が、俺の前だけで、太陽のような笑顔をしてくれると、もうギャップにやられちゃうんですよね。まあ、確かに、普段あんまり笑わへん子が、わーって、歯見せて笑ったりしたら、あ、かわいいって思ったり、嬉しくなったりはするよね。やっぱりそういう時って雲の切れ目から太陽の光がっていう気持ちにさせられて。2010年8月30日、八重尾優太、8月29日、松谷卓コンサートというブログを書いていたようです。私ね、八重ちのこのブログを見て、あ、私の好きな番組の音楽やってる人なんやって知った。劇的ビフォーアフターね。うん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 。で、この時、その劇的ビフォーアフターの BGM 作ってたんだけど、うん、今、会いに行きますっていう映画があったんだけど、それのサントラも松谷卓さんがやってはって、その曲も含めたコンサートをずっとやってたんやけど、この時、松谷さんが MC 中に、くつろいで聴いてくださいって言ってくれたのよ。で、その時に、くつろいで聴くってことは、家の中にいるように聴いてくださいっていうふうに、思って、頭の中でイメージしたときに、ステージ上にソファーを置いたりとか、要は部屋の中みたいなセットしたら、もっとこう、リアル感出るんかな、とか、思ったりしたのよ。コール組んだときに、八重地が、僕たちの部屋を作って、で、そこに楽器が置いてあって、そこになんかミュージシャンをゲストで呼んだり、お客さん呼んで、ライブができたらいいな、みたいな話してたね、そういえば。I love you. 唯一、私たち曲で、風船っていう曲の中で I love you って言ってるんだけど、私、まあ、もともと英語をあんまり使わないから、うん。私も伝わるとしたら、まあ、愛してるっていう言葉になったりとかになっちゃうんやけど、これも絶対この言葉を使ってくれっていう、俺の命令でしたね。うん、ああ、そうやったっけ？うん。あ、でもそうかもね。私、I love you って自分からあんまり使わへん気がする。あ、そうなんや、うん。でも、ビートルズ好きやったら、なんかそういうちょいちょい英語使ったりしないの？そんな大きく言われても。やいちはさ、I love you か、愛してるっていうのを、プライベートで言ったことある？それは何回もありますよ、それは。ああ、そうなの？いや、だから、なんていうかな、I love you と愛してる、どっちが言ったこと多いかって言われても、もうなんかもう数えきれないぐらい言っちゃったんかな？ほんと、その声で？2017年8月31日、森本千鶴、久しぶりに8月31日っぽい過ごし方をしていたようです。合唱曲を書かせてもらった中学校の校長先生から、森本さん、あの話、どうなった？みたいな連絡があったみたいで、でも、夏休みの最後の日や、31日って。そうやな。慌てて、ああみたいな、先生ごめんみたいな感じで、久しぶりに焦った気持ちになったなと思ってんけど、やいちはさ、31日どんな感じで過ごしてた？まあ、まずは僕は普通に宿題を9月1日には持っていかない人間で。いや、ほんまに？ 9 月1日に、みんな5教科のドリルを仕上げて、
教科ごとに前の席の人たちのところにドリルを置いていくのよ。うん、置いていくね。うんうんうん。ってことは全員が立たなきゃいけないわけじゃない。はいはいはい。ほんでみんな前に行くわけじゃない。うん、持って行って、誰やろ、持って行かんとうろうろだけして座るタイプやろ。なんで先言う